今すぐネットで上田金物で検索っす。本日は、LTC-PGX9001 のスマートベースですね。この辺りの説明を簡単にさせていただきます。まず商品はもう本体持ちの方も分かると思うんですが、電源を押したら曲モードが入ってます。今フル点灯ですね。水平も360度、縦も4方向で、この状態で電源を切ったらこの状態ですから、これまず横を消します。これ縦を1本の状態で電源をオフにします。そしたらこの縦1本だけが作れる状態ですね。でこの商品がちょっとバージョンアップしてますんで、今縦をよく作ってました。で今ランプがピコピコやってますね。この状態で見ていただいた、これ一番薄い状態です。でいけます。これが一番強い状態、中間、そう、3段階モード切り替えで今ついてます。それが一つの特徴と、センサーでかなり強い機械なんで360度出していただいて、精度点検を90度だけですね、回していただいたらこれ動いて元の位置にスーッと帰っていきます。でこれを位置が90度回って一緒出したら、縦も狂ってないというチェックができるので、皆さん安心して使っていただきます。で今回はこれにも、購買機能も入ってますので、電源中押しで赤いランプがついた時の立ち1本に水平は360度、この状態で横縦の横にランプがついてますので、横を押すとこれ下がります。こう下がっていく方ですね。これ逆に縦を押します。縦を押すと逆に上がってきます。こういう購買機能がついてますので、これも一つの特徴ですね。ぜひ有効活用してください。ではこれの状態でまず横消していただいて縦をつけますね。それで今度はスマートベースの仕様ですが、まずこちらの電源を長押し、そしてこちらですね、こちらの電源を入れる場合にはこの SB 電源というのを押していただいたらこれつきます。で今この状態は両方ついてますが、こちらついてない状態では動きません。その時は長押しで微調整ができる形ですね。で普通に使う場合は両方ついてる状態でこう簡単に回ります。でもう合わせたいところにこれを置いていただいたら、一回止まったらこれが微調整ですね。これピーピーと言ったらセット終わりです。これが 25m まで使えますので止まりも早いです。これ本体はバッテリー式なんで、バッテリーは2つですね。このバッテリーもこちらにAC アダプターも入ってますから、充電しながらでも使えますんで、大容量のバッテリー、本体は縦だけじゃなくて横も360度フル点灯というのもできますんで、かなり明るい機械ですから、ぜひ使ってください。上田金物。